わっさーどうも MY です。はい、ということでね、はい、異色の二人、これがザ・チャンネルカードマンということでね、はい、揃いました。今日はね、二人やけどドッキリじゃありませんよ、はい。はい。もうね、今回何の企画をしたいかと言いますと、はい、いつもね、ワッサーファンクラブのなんとか集とか動画めっちゃ上げてくれてるじゃないですか、はい、切り抜き集ね。で、それを見ながら僕らがね、牛乳口に含んで、吐かずに最後まで見れるかっていうね、企画をしょっちゅうしてるんですよ。もう大人気企画ですよ。そうですね。それね、毎回ね、僕吐いてんすよ。あれ一応吐いたら、YouTube やめるっていうところ最初始まってますからね。それ、いつも俺吐いてんすよ。もう俺その理由ね、はい、動画を見て笑ってんじゃなくて、はい、ここをガードマンで笑ってんすよ。あいつで俺正味いつも笑ってるやん。まあまあ、始まる前からもう笑ってる。正味、そうなんですよ。俺いつも牛乳含んで、始まる前にあいつで笑って俺吐いてるんで、俺ガードマンおらんかったら、多分俺一人やったら結構多分見切れるんちゃうかって。なるほど。だから今回マジで、笑って吐いた俺 YouTube 引退します。俺ら二人とも。はい。じゃあもう吐いた方引退で。引退もうやめです。それもうそのぐらいの覚悟で行きたいですね。だからね、今回も、ワッサーファンクラブの日本語病気集、頼らせていただきます。もう多分あいつおらんかったら余裕でいける。俺ほんまに。まあいつも始まる前ちょっと。おかしいやん。あいつで、笑かしにかかってくんもん。で、ちょっと牛乳含んでいきます。はい。うんふん。はい。もらっていいですか、牛乳。ん？牛乳もらって。ちょっと待って。ちょっと待って。はい、ちょっと待って。びっくりした。どうしよう。ちょっと、ついたんですけど。ちょ、その、磨いた？磨いた。ほんま？はい。ほんま？はい。こっちに今、ラフレッシュがおるんかなと思って。ごめん、ほんまにごめん。ちょっと待って、はい、ちょ、お前ちょっともうそのこっち向いて喋んないでいい。いや、じゃあ牛乳ください、飲みよう。くっかがやらせてね。今回するドッキリは目隠し野球で、俺だけ目隠野球スター ちょっと待って、人の最後、ちょ、おかしいやん。え、なに、日本語病気集って、日本語が病気な部分で笑かしてくれるんじゃない？その編集で笑かしてくるの。いや、これはちょっと皆さんちゃうっすよ。二人とも吐いてるからね。え、僕耐えたんすよ。あ、耐えた？俺だけ？はい、今行くな、もう。いや、だからそれだけなし。脳幹で、もうこれはもうさすがに。じゃあ次はガチで言いましょう。なんなんそれ。独裁者の考え。あおうや。独裁者の卵や。独裁者が消えるんで。歴史やん。歴史のこと言っていい。歴史はツッコミ史上一番強い。歴史じゃあどうなるんですか。じゃあじゃあほんまにやろう。それはルールでいこう。ほんでその時お前の野球バッターになるやろ。ちょっと待って待って、お前何してんの。おい待て、お前急いだって出資してんの。ね、俺の財布びしょびしょにしてんのお前。やばい、携帯勝手に。ちょっとお前何してんねん。あーびっしょびしょじゃん。お前、俺の財布、お前、びっちょびちょなってんや。ちょ、何してん？もう意味わかんないっすよ、こいつ誰だ？日本語病気とかじゃないって。喋ってちゃう。言語が違うって、こいつだけ。おかしいっすよ。こいつだけ、その、いる国ちゃうもん、多分。もうこれ引退確定で。じゃあもう、マジ、ちゃんとガチ見切りましょう、さすがに。ちょ、弱すぎるって。だってまだ、54秒なんですよ。視聴者の皆さん、あと1回だけチャンスください。ほんまに。ほんまに、うちの息子がほんま、あ、なんだ、叫ぶな！お前が叫ぶなんと全国民がお前、無理許しておれへんよ。もう、おかしいぞ。ちょ、本気集中する。ちょっと、正味、ちょっともう、この笑い空気作ったらあかん。いや、もう確か、一回空気変えましょう、お前。一回マジ空気変えよう。あいつおらんと、あいつおる時より笑ってるやん。
スカラドールと聞いた方がまだ我慢できてんだよ。ちょ、ほんまにあかん。ゲラなんやが俺ら、はい、もうゲラやったっけ俺ら。マジで行きましょう。ちょっと少々皆さんほんまにすいません。マジで。あと一回だけチャンスください。はい、次笑ったら俺目の前でマジで腕切るんだよ。ほんまに。3対1ということで、じゃあ行きますか。どういうことやねん。赤狙ったら死んでた。します。何を言うあんなやったら死んでた。まず。死んでだからおかしいね。死ぬ意味なんで。だって、赤当たったやつもらわなくて。赤狙ったら死んでなくて。もう、俺死ななあかんやん。もう狙っていいやん。はい、もう当たった。当たったか。今の当たったな。いや、まあ、今のはちょっと当たった。調査インタビューアーチェリーです。してみる、してみる？調査インタビュー。はい。どういうこと？え、今日のヒーローインタビュー。アーチェリーの、アーチェリーさん。はい、アーチェリーさん、どうですか？どうも。こんにちは。あー、よかったです。アーチェリー当たって。俺からは生まれへん。アーチェリーで。俺もアーチェリーで。ほら。バランススクーターをご利用のお客様は、あ、バランススクーターとりあえず無理やな。ヘルメット、はい、および手首毛布を必ずご着用ください。手首毛布つけてやって。毛布。守らないよ。オフやったな。ズボンもやばかったぞ。ほんまに反則エリア。人間も破ってたしな。いや、お前が色物屋の最後の。お前が色物屋の最後の人すな。俺が言ったみたいになってね、今。お前やで。久しぶりに聞けた。色物屋じゃ最後の人。何も言えてない。ああ、もう触りやすい、触りやすい。よし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 、充電器とかちょっと小さなってんすよ、ね、見て、この音聞いてる、このはい、すげえすげえ、僕絶対音感持ってるから音が鳴んねん、あれでこれ、当てていてうん、どれですか、うん、当てさせてよ、なんでこれ絶対音感あるよ、くよく考えたらあいつに大事なもん10個持ってきてもらってそれ潰した方が入らないよで、これはもらいますこれはなんか俺もガード前やし、これ多分1個しかない、2個しかないから、これは俺はもらいます。はい、なんかプロポーズする人おるって、そうガチな、そうガチで、えぐない、山ちゃんガチガチ、ほんまにガチ、えぐ、もうずっと言ってたんですよ。あ、そうなの、知ってたんだろう、地元で、うん、かけ麻雀やってた時なの。およくないな、もうかけ麻雀久しぶりに聞いた、そんな番組病気おるや、確実に病気や、いや、うまいですよ。この動画見て、この男の子、はい、日本語病気の男の子の、はい、病気を治すために募金募ろ。そして皆さん、こちらまで募金したってください。脳外科行きたいです。脳外科え？絆創膏？どういうこと？どういうこと？あの、脳外科じゃない？脳外科なんですか？精神科じゃないですか？どちらやったら精神統一？あ？